知らない方もね、中にはいらっしゃると思うんですけども、こうちょっと早い曲で、スウェーデン語でスウェーディッシュトラディショナルファンクにつって、スウェーデンのフォークソングをのメロディーに乗っけたメロディックパンクのような感じで、スウェーデン語で歌っているバンドがたくさんいまして、その中の、まあ、ヒットマスターカスクですとか皆さんです。で俺らは本当 DLK がめちゃくちゃ好きなんです。でこういう感じの曲に後々なったみたいな感じで、これを知ったきっかけは25年前にデモテープをファースト出しまして、その時にスナッフィースマイルのエモリさんという人がいるんですけど、その人がドールにスカンジナビアンメロディックみたいだみたいなのを書いてたんです、うん、おスカンジナビアンメロディックって何だと何なんだということで、GO っていう企画、 GO っていうバンドが登戸にいまして、それ屋根裏で企画をしました。で、GO とノーバリーズと、まあ、今のエンビーの前身のブランド・ジャスティスのが、ね、あれ、その通りぐちゃぐちゃだったんですよ、それ、ね、で、その打ち上げで、ビヨンズの大地君と、ギターの大地君と、A森さんと、俺と、あとそのブランド・ジャスティスのボーカルの、俺が前、昔、ヒゲハヤスってすごいそっくりだって言われてて、言われてた時代があって、その4人で打ち上げの時に、思い切って A 森さんに聞いてみたんですよ。どんなバンドがいるんですかって言ったら、アスタカスクとかって言われたんです。で、アスタカスクを買ったらめちゃくちゃかっこよくてって言ってるうちに、あのウォータースライドのおにぎり社長が、お前こういうの好きなんじゃないのみたいな感じでうまくに言って、ヘアサルマがいいって言ったのは全然違うバンドを買ってたんですで、めっちゃ良かったとか言って聞いたのが DLK だったでそれからやっぱり掘りました、DLK で、スウェーデン語でバッテルバンド、DLK とかストリーバースとか、ね、メジャーなところがあって、やっぱりみんな上手だし、上手いし、メロディーがしっかりしてるしっていうので、独特なんですよね。日本でいう演歌みたいなこうメロディーをね、やっていく臭い感じのメロディーが、このスウェーディッシュトラディショナルパンクっていうのがあります。
で、我々はそれをかなり意識してそれでやりました。まあ、レイモルさんに違うんじゃないかと言われながらですね。で、ということをやって、まあ、おにぎり社長やレイモルさんやらその当時の人に教えてもらった。その時に教えてもらったのが、アスタカスクとヴィンディクティブです。で、こういうのを混ぜていこうかみたいな感じがあったと思います。当時、25年前ですね。はい。以上。今日はありがとうございました。じゃあ、これはその後、ウォーターサイドのおにぎり社長がやっていたバタードッグとアメリカのツアーをした時に作った曲です。チーズステーク。
マキシモザホルモンのカバーではございません。あれは大輔くんがわざわざ学生時代にノーバイトの CD を彼のうちに買いに行ったんですよ。マキシモザホルモンやる前に。そうなんですよ。でアルバムに入れてもいいですかみたいな。どうぞどうぞ。マキシモザホルモンにやっていただきます。さあそれで歴史の続きを申し上げますと、こういったことをやっていると全然予想にもしないんですよ。こうやって皆さんが二十何年前のバンドを、ね、こう一緒に見ていただいたりとか、その過程においてですね、ヒスキャッツレコードというところと出会いました。で彼らがこのノーバリーがすごい好きだということで、今コンプリートアルバムを作ってもらったりとか、あとはカバー集、皆さん持ってらっしゃらない方もいると思いますけども、30バンドぐらいのカバー集、特にビーナーズが入ってくれたりとか、あのゴイングスイッチね、あのマキソマホルマンはちょっとメディアなんで会社のブームがあったみたいですけども、でもその他にもたくさん、ね、我々と一緒に下の世代の人たちがやってくれたカバー集があります。でそれこれめちゃくちゃいいんですよ。だから残りもう少ないですか、ウォータースライド多分もう少ない。これめちゃくちゃ内容いいので、あのぜひあったら買ってみてください。ノーレスのものじゃなくてバンドのこのやり曲がいいんですよ。全部ですごいアルバムだと思うのでぜひ買ってみてください。でその中でですね、我々あのアルバムの中にユーナギという笛のインストがあります。でそのユーナギと笛のインストをアカペラで歌ってるバカがいたんですよ。それが最初に聞いた時に斬新すぎてですね、曲も何もなしでアカペラで全部歌っちゃうっていう、その笛のインストですね。それは非常に私は衝撃受けた覚えがあります。まあ、せっかくなんでヒッピガッツレコードと今日そのプロビックシャツってやってた笹口くんっていうのがいるので、ちょっと笛を吹いて皆さんでハミングしたなと思いまして、どうぞ壇上へ。あの彼らのおかげでこういう発声練習っていうやり方がたとえ言っても過言ではありません。ちょっと急に今いたんだけどさっき見ました。お金、あ、お世話になっております。光通信の笹口でございます。バンドから支払ってですね、ビジネスに精出してちょっとあのお金保険やってるんですけども、ちょっと増えましたんで、あのダウンみたいな早くやれ。社長来んない。あのちょっとまあ誰かわからんっていうのは、これね、逆に見たら腹立つと思うんですけど、まあ、カバーしてくれた人にはちょっと多めに見てやってください。で彼がその分を代わりに演奏を歌ってくれるので、ではちょっとお聴きください。ユーナギです。ゆっくりよ。さあ、ユーナギ。なな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 なもう一人で気持ちよさなのかって。ありがとうございます。こういう斬新な構成になった、こういう人もいれば、ノイズだけで終わる人もいるし、ちゃんとやってくれただけでと思いますし、高橋組も入ってますしね。ぜひ買ってみて聞いてみてください。本当にありがたいことです。そのカバー集が出て、ようやく人間として感謝という気持ちが出てきました。感謝という言葉が胸に刻まれました。さあ、では続けていきましょう。よし、じゃあアルバムからいきます。
違いみたいな我々にのバンドばっかり出てね、よく集まっていただいてありがとうございます。はい、で、まあ、おそらくもうもしかしたらもう二度とないかもしれないんですけども、私が本当に世界の中で記念すべきと思う人が3人いまして、一人がこの T-Live がコンピュータルのマート、まあ、クラミディアのベスク、もう一人がダンバーピット。この3人は私が天才だと思っている3人です。で、まあ、もうもしかしたらもう二度とないかもしれませんので、ちょっとマートにちょっと上がってきていただいて、一緒にアルモサという曲をやってみてください。素晴らしい。心よく快諾していただきました。夢にまで見ました。Thank you! Thank you! マートです。Welcome to Japan! Thank you! Yeah. よろしくお願いします。今回企画してくれた四つからのサメシです。こんばんは。こんなに集まってるとは思わなかったですね、本当に。全国にやっぱ潜んでましたね。潜んでました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。あの、天才と天才の写真撮るのは今ですけど。ちょっと笛吹きますので、軽くリバーブをかけてください。もしよかったらハミングでいいので同じメロディを繰り返していきますのでよかったら皆さんでハミングで。シェッパルジュマルンダーエンネセシデンネデタリベッバホドンコンボエ
Empty man stole a meeting free arena. On a day when the beer is finally better. De ombyggade sig och hälsade grant och bedjade om almosa. Kringande gav en resigensla av livet av hår. En Frans och en Eskil satt på en bänk mitt i den gråa drången. Du skulle till socialen se livet av hår. Där skulle de be om pengar till mat. Arbetslöshet utförsäkrad. Lite i taget bara för idag. Livet är hårt. Livet är hårt. Livet är hårt. Tack så mycket. スウェーデンの客大合唱してるので、もう死んでもいいです。じゃあ残り3曲やってノーバレス帰りますので、帰らないですけど、最後まで我々私もフロアにおりますので、皆さんで一緒に楽しみましょう。今日はありがとうございます。なかなか
Thank you.